カリフォルニア工科大学はカリフォルニア州にない。ガラスリネです。ヤナホイです。フガです。クイズノックです。すごい、すごい、言わなきゃと思った。びっくりした。本日の企画はでは新人査定選手権。出さない方がいいかもしれない。皆さんにデマを考えてきてもらいまして、より人々に信じさせた方が勝ちです。これはね、良くないんじゃない。実際に発信するのはちょっとあまりにも良くないので、うん、はい、こんなルールを考えてきました。例えば、みんなが考えてきたデマが、今の総理大臣は伊沢拓司だだとして、デマそれではない。デマというか嘘だから。今の総理大臣は伊沢拓司である、丸か×かというクイズにして、ツイッターのアンケート機能を使って出題をすると。あー、なるほどね。丸×クイズ。なるほど。これを丸と答えた人はもうデマを信じた。違う違う違う、それはクイズ後藤くさい。答えが×である丸×クイズを持ってきてください。ツイッターで出題しまして、丸だと思った割合が一番多かった人が勝ちでございます。結果的にはデマを一番信じさせたことになると。になる。うんうん。もうその肯定文言っていいんだ。そう。はい、それでは頑張っていきましょう。はい。今回僕も参加します。なるほど。自分で持ってきて優勝できるやつだ。でも丸×クイズってね、普段作るの難しいんです。すごいテクニックいるよね。そう。出してるってことは、どうせ丸だろうなとか、バスだろうなってうっすら感じられちゃうことが結構あるから。出たそれ。伊沢さんが言ってた、症状映えと人間のゲノムの大きさはみたいな。ああ。過去の動画でやってた。事実確認を調べに行きます。はい、絶対罰って言いなきゃいけない。そう、それ難しいよね。返信はできないようにしてみましょうか。丸とか罰とかリプライしてくる可能性を防ぐ。はい、そうしましょう。最近も企画ですかっていうリプライが普段のツイートでも企画ですかって言われるの。福谷さんのフォロワーちょっと鍛えられすぎてない。そろそろ決まりましたか、中村さん。僕は生徒派ですよ。はい、問題。ヨーロッパ最大級の仏教の寺院、エコー寺がある国はフランスである。仏教だけにフランスである。あ、なるほどね。別の国なんじゃないか、丸なんじゃないか、うん、正解はバス。エコー寺ってのはドイツ。ドイツでは、ドイツ、存在する。ちゃんとドイツにあって、それがヨーロッパ最大級という裏取りができたから、まあ罰にしていいでしょうという、うん、フランスにもしあってもヨーロッパ最大級とは言えないはずだからね。 そう、はいはいはい、そのドイツのエコー寺が最大級かな。うん、そうですね、うん、クイズなんだよね。なので丸か罰かを迷うんですよ、みんな。フランスと仏教両方仏だっていう気づきがね、問題文に入れてないのか。入れてない。ただね、フランスをね、カギカッコで挟んでる。なんかフランスにあるんだぞ。フランスに何かあるなってなって、なるほどね、仏教を見つけたら丸を押しちゃうよ。ちょっと、ね、僕割と問題文似てるんで先発表してみましょう。はい、カリフォルニア工科大学はカリフォルニア州にない。丸が丸うわー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 これが丸ないが丸ってことはカリフォルニアにあるわ。それまさかあるときにそのクイズ出さない。そう、まず、まず解説がしょうもなかった。その通りカリフォルニアにあります。終わり。出すってことはもしかしてカリフォルニア州じゃないのかなってなるかなということで。面白い雑学クイズだなと思って。でもカリフォルニア工科大学が何州にあるか気にしたことない。ない。だって勝手に考えた。はい、じゃあ僕の問題読みます。うん、私。イヌイの本名は実は動物の犬に井戸の井と書いてイヌイだが、漢字一文字の方がかっこいいからという理由でイヌイと名乗っている。丸か×か。ずるい。だってそれを丸×クイズにするってことはさ、丸じゃん。はい、私ね、イヌイの本名は本当にこの井戸の井、その漢と書いてイヌイで、丸×クイズを取っての手を取った報告だと思う。そう、うん、だから報告だと受け取ってほしい、これを。はい、僕のはちょっとね、文字で見た方が分かりやすいかなと思う。こちらです。誰でも回答 OK。 丸丸クイズでね、この問題の答えは丸か×である、丸か×かって言われたら、ええ答えは何ですか皆さん。丸でしょ。丸×クイズ
は絶対丸か×だから、うん、よく読んでください。これ丸じゃない。丸はつくイズで、この問題の答えは丸か×である、丸か×かと言われたとき、答えは O である、丸か×か。いや、O こちらです。あめちゃくちゃ複雑じゃん。複雑だ、複雑だ、パッと見、だからみんな普通これを言われたときに、どっちだか一回考えると思う。丸で合ってるなと思ったとき、丸か O かなんて気にしない。ロジックに気を取られるよね。そうそう、気を取られる。一回、O だと気づいても、まあ、丸の打ち間違いだろうなと思って。でもね、一応言い訳してる。誰でも回答 OK ってなんでしょ。この文字は O として使ってるんですよっていうのは最初から。なるほどね。すごいね。それで書いてるんだ、あそこに。誰でも回答丸系。それは OK。どう考えても OK でしょ、それは。Twitter って、使ってる人によってフォントが違うのよ。悪くちっちゃく表示されるフォントがあるの。ある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 。その場合は、モノバレ。いや、これ、デマって言っていいんすか、これでも。せーので、どれについてしましょうか。はい、じゃあ、せーの。ツイートー。っていうのは、報告だから僕がリツイートすると信憑性増しちゃう。福田は割とどうでもいいんだけど、山上のは、僕がこれだけリツイートしたら、河村がこれだけリツイートしたってことはってなって気づきそうだから、山上のだけリツイート。おい、僕らこれもう企画だったのがバレたら疑われちゃうから、何もリツイートもしない。俺も企画だと疑われたらバレる可能性あるから。それでは3時間後にジャンプしましょう。せーの。よし、3時間経った。まあそういうこともあるって。はい、ということで3時間経ちました。よし、はい、経ちました。ありがとうございます。まあ今回ね、4つともデマなんで、うん、丸が多い方が勝ちなんですよね。丸が多い方が。ヨーロッパ最大級の仏教の寺院、エコー寺がある国はフランスである、丸か×か。丸を選んだ人は 47% です。あー、じゃあやっぱ意外と半々なんだけど。じゃあただの難しい二択クイズですよ。わかんないからね、飛ばされちゃう可能性多いなって思ってて。あ、引用リツイートができるのでコメントはありますか。ドイツのデュッセルドルフじゃなかったっけって書いてあります、ね、あ、やっぱ知ってる方もいます。カリフォルニア工科大学はカリフォルニア州にない。いや、これ丸を選びたいな。丸を選んだ人は52% です。おー、でも、うん、まあ川村さんより多いけど、うん、結構半々ぐらいなんだね。そうだね、うん、やっぱ二択って半々なのか。誰も知らないから5割5割。そう、でも難しければまあ5割5割になる、うん、大嘘でさ、 52% 丸なのさ、結構やばい。デマすごい。そう、結構やばい。デマ信じさせた感はすごいある。そう、デマを信じさせた感はある。私、乾の本名は実は乾だが、漢字一文字の方がかっこいいからという理由で乾を名乗っている。いや、これ報告だもんよ。17%。そんなことある。なんで、17? かっこいいからという理由でっていうのがなんかこう強調されてるかも。あ、その理由ではないみたいな、あとかに思っちゃったのかな、わかんないけど。罰の方が可能性がいろいろ考えられる。確かに。解説で、そうじゃなくて江戸の乾なんですまで入ってる。はいはいはい。本当はもう乾じゃないんですとかって思われて、乾ですらありますからね。バリエーションがね、いろいろありえる。知識検定の社名とか、ツイートしてるから、普通にフォロワーの人は知ってました。うわ、それは。ただのミスじゃん、それは。知識検定でバレたのか。これも偽名で受けてる可能性あるよ。それを信じてたら、デマをいつか信じちゃうかもしれないよ。気をつけた方がいいですよ。そうだけど、今回はもうデマだったから。誰でも回答 OK。丸のクイズで、この問題の答えは丸か×である丸か×かと言われたとき、答えは O である丸か×か。O じゃない、丸ですからね、答えはね。はい。川村が丸が 47% で、福田が 52%、いいねが 17% と来ております。山上の答えに丸と答えた人は、はい、53%です。やつ使ったらさ、大勝ちするか大負けしてくれる。1% なのよ、ギリギリ。ということで、では新人撮影選手権やってまいりました。やっぱり卑怯なのが勝つのかな。
皆さん、デバリは絶対に信じないように。マリコツクイズだけだからね、デバリっていうのは。デバリね、踊らされないように注意していきましょう。今日ね、4人のツイッターを使ってきましたけど、こういう企画もね、またやるかもしれないんで、ぜひツイッターのフォローよろしくお願いします。はい、メールね、ぜひ待ってますんで見てください。ということで、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは、バイバイ。さよなら。ネットでバターンを。そりゃそうだ。めっちゃしか合ってない。これもネットだから。今日の一問はこちら。今日も動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知のオンもよろしくお願いします。概要欄に Twitter と LINE のアカウントもあるのでチェックお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。